ミモレットはフランス原産のチーズの一種。原料は牛乳だが穴通し基礎を使っているので色はオレンジ色。大きさは20センチメートルほどの上下が潰れたボール状。表面はクレーターのような穴が開いてこう吹いている。種別はセミハードチーズまたはハードチーズに分類される。チーズダニが住みついておりダニの力で熟成するチーズである。 外皮の穴は、ダニが食べることで作られる。若いものは、弾力があり、角切りにして、サラダなどに使われたり、薄切りにして、サンドウィッチに挟んだりする。熟成したものは、ビエーユと呼ばれ、カチカチに硬くなり、切るというよりも割れるといった感じになる。通常、外皮の箇所は風味であるため取り除かれ、オレンジ色の箇所だけを食べる。チーズダニの生息する箇所を口にしても人体に、 害はない。一年以上経つと硬さが増すが硬くなるほど風味が増すと言われ特に18ヶ月以上のものはカラスミに例えられることも多く日本酒との相性も良い温度管理を失敗しダニが死滅したものや外皮を取り除いたもの切り分けてパッケージしたものは熟成が止まってしまうそのようなミモレットは保存しても熟成期間に数えることはしない原産地は フランス北部フランドル地方、ノールパドカレー地域圏のリールだが、製法が、エダムチーズと同じことから、オランダ原産とする説もある。期限は17世紀。財務総監のジャンバティスト・コルベールの取った、重症主義政策により、イギリス、オランダ製品に交換税がかけられ、エダムチーズが入ってこなくなったのでその代替品として、作られた。2005年8月6日夜に、 内閣総理大臣の小泉純一郎が衆議院解散回避の説得のため総理官邸に訪れた前総理の森吉郎に振る舞い森が干からびたチーズと称したアメリカの食品医薬品局は2013年3月以来生きたチーズ谷の規制を理由に税関で差し止めを行っているこのことに対して輸入業者や消費者は様々な抗議活動を行っている 石橋文と、安倍、一教の秘密アスカ新社、2019年7月。ISBN-13、978から48億6410万7105。第2章最大派閥、聖和剣の内幕、優勢民営化工房の舞台裏、ミモレットを救えフツサンチーズの輸入禁止に、抗議デモベエンワ写真9枚国際ニュース、アフプブニュース。 ありがとうございます。